匂いが気になるっていうことは今まで一回もありません。かなりの健康状態も良くなってるので、水のせいかなとは思ってます。はい、ですね、私は学校薬剤師というのを皆さんあまりわからないと思うんですけれども、各学校に環境衛生、特に飲料水、そういうのをですね、検査をする学校専用の薬剤師というのがいるんですけれども、私その学校薬剤師を始めて大体24、5年になるんですけれども、それでちょっと水のことは、水は毎年各学校私参考してますけれども、毎年シス検査をするんですけど、飲料水ですね、水はそういうことでちょっと興味がありまして、こういう浄水器をつけないかということで、それが動機ですね。はい、ですね、施設、私ここと小規模多機能のひばりっていう施設をしてるんですけれども、どうしても老人施設は匂いっていうのが気になるんですけれども、つけてからでしょうか、この福寿園にしても神奈川ひばりにしても匂いが気になるっていうことは今まで一回もありません。そういう意味では効果があるのかなというのは実感しております。これがですね、もともとその匂いの元っていうのが何なのかっていうのもはっきりしたことはわからないんですよ。匂いがしないということ、その結果だけでずっとその件に関してはものすごくいいなと思っております。はい、自宅はですね、私も恥ずかしい話なんですが、私掃除当番なんで、トイレとお風呂の掃除はするんですが、つけてから汚れが少ないなというのは感じております。はい、いやいや、もうそれはですね、私もその某メーカーさんの浄水器をつけたこともありますし、人に勧められて、2回過去にあります、今の分以外に。その時にはフィルターを変えたりとか、そういうことで今よりも結果的にはお金はいってますね。だからこの今の浄水器はそういうのは一切いらないんで、掃除も汚れとかですね、そういう意味でもあんまりないし、水のせいかなとは思ってます。